タイムあるのか、そして日本勢で誰が一番速いのか、そしてガトリンも倒す瞬間もあるのか。男子 100m です。このあと9人の選手たちが登場してきます。まず最初にインドネシアのゾーリは18歳、昨年の U20 の世界陸上のチャンピオンです。そうですね、ゾーリ選手は、まあ、今年も10秒13ということで、まあ、本当に絶好調で臨んできましたね。アメリカケンダル・ウィリアムズ9秒99という自己ベスト、そしてキャメロン・バレルは元世界記録保持者リロイ・バレルの息子さんです。お父さんが元世界記録保持者。そして日本の小池祐貴、昨年のアジア大会 200m の金メダリスト、今年は100にも力を入れています。そうですね、 100m も力強さが増してきましたよね。そして地元大阪でどんな走りを見せるでしょうか、多田修平。レースを重ねるごとに良くなっているというこの多田修平です。どんどんキレが出てきました、多田選手の。リオオリンピックリレーのメダリスト、アンカーを務めたケンブリッジアスカ、春先にね足を痛めたんで回復がどうかですよね。10秒00、山形亮太がついに10秒台を出す瞬間があるんでしょうか。日本人初の9秒台、日本記録保持者桐生祥秀です。ね、今年レースパターンがね後半強いレースパターンですので、このレースも楽しみですね。迎え撃つのは前回の世界陸上の金メダリスト、ジャスティン・ガトリンです。もうおなじみですよね、日本にもよく来てくれてますよね。今シーズン 100m は初戦を迎えます。この大会では日本新記録を出した選手に今大会のオフィシャルタイマーを務めるセイコーより世界初 GPS ソーラーウォッチセイコーアストロンや高機能レディースウォッチセイコールキアが贈呈されます。日本勢ご覧の5人が登場してきました。朝原さん、はい、これ以上ない、まあ、ここにサニブラウンが日本選手権では入ってくるわけですが、そうですね、現状考えられるメンバーあれば全て揃いました、もうフルメンバーですね、上から順番に入ってるという感じがします。でやっぱりリレー面がね、この前は仲間としてリレーの大会で一緒に力を合わせたんですけど、今日はもうライバルですね。まずはライバルで走り、 そうですね、そして今日はもう一度リレーでメンバーを組むという、しかもこの前と同じ走順で、はい、まあ、この前はバトンが渡らなかったので、まあ、もう一度そのリベンジをするということで、まあ、楽しみが2つあるということになりますね。リレーメンバープラスさらにそのメンバーに入ることができなかったケンブリッジがこの個人レースでまたぶつかるという。そうなんですね、やっぱりケンブリッジ選手の意地もあると思いますので、はい、まあ、出雲陸上4月に行われたね、出雲陸上でちょっと足を痛めたんで、はい、そこからまあ順調に回復してたらいいと思いますけども、まあ、ぜひこの4人に、ね、あの割り込んでリレー名もう一度復活、ね、見たいですよね。今年は世界陸上ドーハ大会が9月にあります。そして来年は東京オリンピックがあります。サニブラウンが9秒99を日本人としては2人目、2年ぶりにマークをしてきました。それぞれが朝原さん切磋琢磨をしながらという今シーズンになりそうですね。いや本当にね、東京オリンピックに向けてレベルが高くなってきて、まさかこんな日本人の選手が9秒台2人でまだ切りそうな選手がいるっていう時代が訪れるとはね、考えもしなかったですけど、でもやっぱりそんなレベルの高い国内で勝ち抜いて、でまた世界選手権オリンピックに挑んでくるって、まあ、頼もしいですよね。山形亮太は今シーズンは世界陸上準決勝で9秒台を出して決勝への夢をつなぎたいという思いがあります。そして多田修平、まあ、このゴールデングランプリではガトリンの前でスタートしたというそのレースも見せました。このゴールデングランプリからまた自分の走りをという思いが朝原さんあるはずです。そうですね、もう本当にガトリン選手が驚いてましたので、ね、あの選手は誰だということで、あのスタートから多田選手がどんどん強くなっていったという感じをしますね。はい、迎え撃つのは2017年前回の世界陸上の金メダリスト、ジャスティン・ガトリン。2月で37歳になりましたが、まあ、今シーズンは少しそのスタートという部分では、まあ、レースという部分では浅田さん少し遅いスタートになってますが、 100m は今シーズンこれが初レースですね。そうですね、まあ、主要な大会が今年は
世界選手権で、まあ、遅いっていうこともあったり、まあ、ベテラン選手ですんでね、うまくその辺は調整してるんだとは思いますね、はい、ただまあアテネオリンピックからずっと活躍してますんで、その辺はまあ上手にやってるかなと思いますね。ガトリンはシーズン序盤なんで、まあ、いいスタートを切りたいということを昨日の会見でも話してくれました。ガトリンの横桐生、そして山形9秒98桐生佳秀、10秒00山形亮太、舞台は整いました。ヤンマースタジアム長居です。まずは1レーンです。アジア大会 200m の金メダリスト小池祐貴です。今シーズンは追い風参考ながら10秒07で走ってきました。そうですね、世界リレーの3走でも素晴らしい走りをしましたね。そして2レーンは多田修平、自己ベスト10秒07、まあ、今季はまだ10秒2台なので、ここでいいタイムをね出してほしいですね。世界チャンピオンジャスティン・ガトリン、そして4レーンは桐生佳秀。桐生選手の、まあ、新しいスタートからの加速ですね、そこに注目ですね。5レーンに山形亮太。山形選手も今年はまだトップギアに入ってないんですけど、まあ、この試合でちょっと爆発してほしいと思います。あのリロイ・バレルの息子キャメロン・バレルです。親子で9秒台ですね、すごい選手ですね。7レーンはケンブリッジ・アスカ、はい、復活なるかというところでしょうか。かつてアンダー20のチャンピオンです、ケンダル・ウィリアムズ、9秒台の選手ですね。一番外側9レーンに18歳のインドネシア、ゾーリです。はい、伸び盛りです。ライバルですね、でもゾーリ選手もね。舞台は整いました、大阪ヤンマースタジアム長居です。風は今少し追い風に変わってきました。あ、いいコンディションだと思います。世界陸上金メダリストガトリンに桐生、山形、ケンブリッジ、多田、小池、日本勢が挑んでいきます。9秒台はあるのか、そして世界チャンピオンに勝つ瞬間は訪れるんでしょうか。スタート、追い風出ました。スタートは並んでいる、並んでいる、キリが来ている、キリが来ている、アトリが前に来ている、キリが来ている、キリが来ている、さあアトリか、キリか、アトリか、キリか、アトリか、10秒01、追い風 1.7 メートルという好条件、勝ったのはガトリンか。最後ガトリンにちょっと刺されたかもしれないですけど、でも桐生選手のレース素晴らしかったですね。ガトリン、桐生並んでフィニッシュ、桐生が途中まではリードしていました。いやー、リードしました。勝ったのはジャスティン・ガトリン、10秒00。風も 1.7 で絶好の桐生佳秀で10秒01、素晴らしい。100分の1秒差を制したのはガトリン、ここまではリードしていました。ここで並んで並んでも最後のところ、ね、小池もでもいいタイムですよこれ、インドネシアのゾーリが10秒03、インドネシアのゾーリ10秒03、小池10秒04という自己ベストをマーク。これは好タイムが出ました。これはすごいレースですね、それでは桐生選手のインタビューです。放送席、そしてヤンマースタジアム長居の皆さん、桐生佳秀選手です。ありがとうございます。たくさんのファンが見守る中、見事なレースでした。そうですね、でも優勝できなかったので見直す点はいっぱいありますし、やっぱここでしっかりと走れたのはでかいと思います。今日のこのレース振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、今年は落ち着いてレースも行けましたし、最後の最後でちょっと勝てなかったのが本当に今回は悔しいなと思います。隣のガトリン意識しましたか。やはりそうですね、まあ、意識しないという嘘になるんで意識しましたけど、走ってる途中も自分の走りをしようと心がけました。このタイムはいかがでしょう。タイムは、まあ、良かったんじゃないですか、はい、さあこの後はリレーもあるということで、リレーに向けて一言お願いいたします。それリレーは今回僕のミスで、前回世界リレーでたくさんのファンの人をがっかりさせたので、させてしまったので、今回いい姿でゴールを駆け抜けたいなと思います。期待します。ありがとうございます。お疲れ様でした。桐生佳秀選手でした。
優勝はジャスティン・ガトリン10秒00、さすがの走りを見せてくれました。ガトリンの隣で走って10秒01というのは浅田さん相当価値があると思いますが、いやこれは本当にねすごいと思いますね、もう桐生選手の力強さが戻ってきました。さてフィールドは男子の走り高跳びです。バーの高さは2メートル24センチ、残っているのは江藤日本選手。